はい、皆さんどうも、テントモです。有線ゲージの実況となります。というわけでついにやってきました、超限定 MS ガシャ、そしてキャラガシャ、ジオ&シロッコね、来ましたね。早く引きたいけど、今日はね、夜にジオチャレンジを生放送でチャレンジする予定なので、まだ引きません。はい、で今回は昨日ね、超限定ガシャ実装直前予想として、まあ超限定ガシャがどんなガシャなのかっていう、まあ、独自の考察をして、それの答え合わせをね、ちょっとしていきたいと思います。簡単に、まあこれで全てがわかるかって言ったらそうじゃないかもしれないんですけど、おそらくね、大体わかるかなって。で僕の予想なんですけど、まあ極みと大体同じではあるんだけど、仕様は大体同じなんだけど、違う点は、決定的に違う点は、この超限定ガシャは、まあ、このジオね、このジオが重装機ということで、で、もう一体追加されてる新機体、シスクード、ティターンズカラー。あれがね、見た感じ、狙撃機っぽい印象で、そう。ということから、で、ゼータガンダム、クシャトリアが今回実装されてないということで、あれらが汎用機、強襲機ということで、型が違うんじゃないかなっていう、汎用強襲が極みで、重装狙撃、そしてあと砲撃、これが超になるんじゃないかなっていう、そういった考察を予想したんですけど、さあ合ってるのかどうかって感じで、シスクードの型を見たら多分わかる、でなんかコメントを読んだところ、なんかシスクード過去に登場したミッションバトルで登場した時に狙撃だったっていうね、そういった声があったので、なので僕の予想合ってるような、そんな気がしております。あとあれだ、ジム3パワードの方も見たら多分わかります。あれが汎用強襲じゃなかったら確定かなって。いきましょう。提供割合、確率 3% で需要が 1.5% ですよね、ですよね。はい、で他はイベントガシャね、イベントガシャ機体は入ってないね、一番最初に実装されていた UR 機体のみ、プラスね、あとはシスクードね、シスクードなんですけど、どこだ、はい、シスクードティターンズカラー、紛れてますね、 0.125%、 他の通常 UR 機体と全く同じ確率なので、すり抜けでの大当たり機体となる感じですね。一応通常機体枠なのかな、超限定ガシャの最も強い通常機体って感じでね。で超限定はジオって感じ、まあ、超限定ガシャでしか登場しないから、まあ、実質限定機体ではあるけど、限定級の強さはジオって感じですかね。ただこのシスクードもかなり強いとは思うんですけど、最新機体なので、はい、ということで、これは多分ね、これ狙撃じゃない、狙撃のマークですよね、他の UR 機体で確認はできないんですけどね、ジオ重装シスクード狙撃ですよね。はい、なので多分そういう分け方なんじゃないかな。あとはジム3が SR なので、ジム3パワード、どこだ、あ、ジム3パワード重装なんだ、砲撃じゃないんだね、重装ね、ジム3パワード重装機となっているのでね、重装機、狙撃機、重装機って感じなので、多分ね、今回のガシャのみ登場するこの3機体の型を見た感じ、多分そういう分け方、僕の予想的中って感じじゃないでしょうかね。はい、なので、まあ、そういう分け方、汎用強襲の極み限定機体が欲しい場合は、その極み限定ガシャで、重装狙撃砲撃の、超限定機体が欲しい場合は超限定ガシャとね、そんな感じの区別となった、みたいですね。
分ける必要があったのかどうかはまたさておき、まあ、そういう部分で、まあ、分かりやすい違いとなっております。はい。で、あとは、まあ、確率もですけど、天井もね、300で、同じ、極みと同じとなっております。はい。で、あとね、この動画内で話すことはというと、リセマラになるんですけど、このタイミングでね、有線ゲージを始める方向けのリセマラ解説をちょっとすると、この僕の画面にはね、出てないんですけど、初心者の方、ね、始められたばかりの方には、ここにね、72時間限定 MS ガシャ、そしてキャラガシャっていうのがおそらくあると思います。はい。で、そこにも、このジオ、そしてシロッコ、含まれてます。はい。あと、シスクードも多分入ってるんじゃないかな。超限定のラインナップと同じものが72時間に入っていて、で、決定的に違うのが、72時間は2倍、確率が2倍です。そう。なので、ジオも、シロコも、シスクードも当たりやすくなっております。はい。まあ、初心者の得点というね、始めやすい仕様となっております。で、リセマラがね、めちゃめちゃ有線ゲージは、簡単、すぐに、終わるので。そう。なので、その72時間限定 MS ガシャ、そしてキャラガシャをぶん回して、ね、始めましょうと。で、まあ、やっぱりジオとシロッコを揃えたいですね。うん、ジオシロッコの専用機のセットを揃える。これがやっぱり一番かな。で、時点だと、まあ、シロッコ取らずに、やっぱり MS ガシャを大量に、うん、まあ、ジオを含めて、他のね、通常 UR 機体も多数、複数ゲットして始めるっていうのがいいですね。で、その中にシスクードが入ってったら、なおのこといいんですけど、うん、そんな感じ。確実にジオとシロッコの専用機のセットを成立させて、絶対的な強さを持って、ね、始めるのか、それかジオプラス、数体の UR 機体を含めて始めるのかっていう、うん、この2択ですね。で、シスクード。シスクードが入ってたらいいと。まあ、それかもジオとシスクードを狙っていく。うん。ね、もうリセマラめちゃめちゃする覚悟があるなら。まあでも割と出るんじゃない確率2倍だし。うん、この超限定ガシャでジオとシスクードを狙うよりは全然出ると思います。まあ一番最初、リセマラね、し放題のタイミングでそれを実行するのが良いと思います。あ、そうか。あとキャラガシャセイラさんもいるんだよね。こっちもちょっと見ましょうか。シロッコ、そしてセイラさん、ね、セイラさんも超限定、ガシャ専用のパイロットとなっております。セイラさん欲しいね。うん。はい。その違いですね。こっちは 1.5%、 他が 0.136%。 でこっちは特にSR のパイロットはなかったと思いますね。ジム3パワードだけで、こっちは特にそういった新パイロットは入ってなかったですね。はい。といった感じですね。はい。で、あ、そうだ。あと今回の超限定ガシャが追加されたことで、グランドコインショップに多分、設計図、ね、ピースが加わったと思いますので、ちょっと最後にそれを見ていきましょう。はい、ということでね、ショップね、グランドコインニューってなってますね。ジオとシスクードとジム3パワードかな。はい、そうですね。ジオ、そしてシロッコ、シスクード、ティターンズから、セーラさん、ジム3パワードは入ってないのか。 UR のみかね。で、このね、設計図とピース、このジオ、シロッコ、シスクード、セイラさんの、設計図とピースは、手に入れないと購入できません。はい。まずは手に入れるところからがスタートです。ね、購入できません。まだ持ってないので。で、持ってる機体とかキャラクターはこういう風にね、購入ができる。で、アムロとシャアは僕持ってないので購入できないといった感じとなっております。で、今回の超限定ガシャ実装にあたっての要注意点。なんですけど、超限定ガシャはね、4月6日の10時59分までの開催、まあ1週間
ね、来週まであるんですけど、引くタイミングは今日、そして明日までに引きましょう。なんでかっていうと、このグランドコインショップ、月末で切り替わります。はい。なので、リセットされるんですよ。うん。だから、それまでに、ジオを確保して、ジオの設計図を交換して、で、リセットされて、また4月を迎えて、ジオの設計図を交換する。それが理想です。はい。なので、もしね、まあ、まだ1週間あるからいいやって、先延ばしにして、4月になってジオをゲットしたとしても、交換できるのは25個。ね、すぐに交換できるのは25個。で、3月中にね、ジオをゲットした場合は、3月中に、そして4月になってと50個。2倍変わります。設計図、ピース。で、4、6個ゲットした場合はピースね。うん、なので、はい、2日間の間に。ね、この設計図ピースを交換できるようにジオ白子を狙っていきましょう、ね、シスクードセラさん、まあ、シスクードセラさんおまけ的な感じですけどね。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。またシスクードはね、初見チェックしていきたいんですけど、今日ね夜にジオチャレンジが控えてるので、うん、ちょっとなるべくね喉の喉の消費を抑えたいんですけど、まあできそうなら、シスクードチェックとかやっていこうかなと思っておりますが、はい、まあ、とりあえず終わりたいと思います。では、今回これで以上となります。いかがだったでしょうか。良ければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。